絶好調に。はい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 。OK よし、今日はなんてっけ、今ちょっとね、なんていうかな、ちょっと停滞時期、筋肉痛、超回復とかも言ったけど、なんかダーッとね、この3ヶ月間特に、この1ヶ月間、ね、NHK に出たりとか、ひとりさんとこの代理店慣れたとかのいろんなことがあって、ビューってなって、ポンってね、停滞するっていうか、ちょっと今から また一個上に上がるための準備段階みたいなね、少し何もないこうただ漂ってるみたいな感じになるんですよ、これ本当。講演会をね、100やるぞって言った時、100回まずはとりあえず目指そうっつってね、ボワーってね、60何回かなぐらいまで行って、で年明けにボンって一気に伸ばそうっつって思いよったら、パタッとね、何も来なくなるとかいうことが起きるんですよね。でちょっとしたらね、なんかちょっとこういろんなね、ハプニングが起きたりして、でそれをでも上機嫌でね、だから上機嫌でこう過ごすとね、こういつも、ね、ここでちょっと言葉が濁るのが、上機嫌で乗り越えるっていうと乗り越えてないんですよ。いつも言うけど、そんな乗り越えたことはない。ただそのいろんなハプニングがあったり、いろんな、人から見たら運が悪いようなことが起きても、笑顔でいるとなんか俺が忘れたりとか、適当に解決してる。だから本当ね、本当にもうこの3年間ぐらいはもう乗り越えたっていう感覚はないんですね。もう勝手にことが終わってる、いいように終わってる、俺の意思と関係なく。俺がこうなって解決してほしいとかは全く、思い通りにはならんのやけど、なんか勝手に解決も別にしてないけど、いいようになってる。ですね、周りのね、周りが勝手に変わってくれてたりとか、俺が何もしなくても、ただ俺が気をつけて、自分で意識していることはいつも上機嫌でいること、これはもうひとりさんがいつも言うように、大好きなひとりさんが大好きなひとりさんが言ってるように、常に自分の心を、上機嫌ね、気を上に向けてるだけですね。だから今なんかちょっとこうね、ひとりさんとこの代理店になったはいいけど、まあ、実際声掛けは自分ができる最低限のことは やってる、声掛けしてね、代理店になりましたとかね、青汁飲んだ方がいいですよとか、腸内環境良くした方がいいですよとか、一番今日なんか言われたのは、やっぱりね、それで良くなったとか、病気が改善したとかいうことを言うとこう違法になるんでね、そういうことは言わないでねって注意はされたけど、そういうことは言ってません。ただね、めっちゃいいうんこが出たと、めっちゃいいうんこが出ると、これはもうずっと言ってることなんでね、本当なんかこう気持ちがいいぐらいいいうんこが出ますよ。これは他のサプリとか、他の栄養食品を飲んでも全然得られなかったことですね、よっぽど俺の体に合ったんやろうなと思って、なので今ちょっとね、何もこうちょっとことが起きないんやけど、でも俺が上機嫌になってなっとけば、またチャンスみたいなことがやってくるんでね、そのチャンスみたいなことってやっぱちょっとピンチに見えるようなことがチャンスに変わるんでね、だからそのアンテナだけね、あ、今これやんみたいなね、ことが起きた時に笑いながら笑顔でいいですよ、大丈夫ですよって言えるかどうかです、どうかだけですね。 OK、そんな感じでいいのかな。今日は、夕方ね、なんか今日ポッと気づいたんやけど、中学校のね、部活の指導に行って、でよくよく考えたらもう来週が大会で、その大会1個だけでもう終わるんですよね。今年はコロナがあったんでね、そのもう県大会までないんですよ、市内大会でも終わるんやけど、その最後の
これがねまたねこれ最後の大会なんやけど なんですよ。でその日に全力もう本当に1年の頃からね、半分ぐらいが素人でしたから、もう本当先生も手を焼いたと思うし、俺もいろんな、ことでね、その子たちに成長させてもらったんやけど、その子たちが今日が最後のトレーニングやったんですよ。でね、もうとにかくこの中学校の部活の特徴は、人が喋りよときにベラベラ喋るみんな。本当にね、だから本当まだ俺が喋ってる時は聞こうなってね、もうこれ本当にね、怒るわけじゃないですよ、怒ってるんじゃないよねって、ただ俺は言わない件指導者としてね、俺が喋ってる時はね、みんな聞こうなと、これを3年間本当に言い続けたね、笑顔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 、俺は笑顔のつもり、怒ってないつもりやけど、あの手この手でね、あの子たちに言って、で今でも喋るんですよ、喋るけどね、やっぱ1年生が入ってくるとやっぱあーって、1年生はやっぱベラベラ、この中学校の特徴かもしれんけど、とにかく喋る人の話聞かない、まあ俺がそうやったんやろうけど、ね、でもその1年生に比べるとね、3年生はね、こうやって見比べるとやっぱ3年生成長したねっつって、ちょっと本当ね感動した。で最後ね、最後の最後まで、悔いの残さないね、部活動にしようねって、で最後大会の時はね全力を持ってサポートするからっつって、今日最後の日を終えましたよ、ね、うん、とでその日にね、でもねドルソーレ行く橋のね、九州大会があるんですよ。もうこっちも行きたいんやけどね、もう本当行きたいんやけど、もうここはやっぱね最初に約束してた方を、どっちが大事かちょっとどっちとも大切なんでね、やっぱ最初に約束してた方をやっぱ取るですよね。これはね、心の中でいろんなことが渦巻いてるけど、どっちとも行きたいどっちともサポート行きたい、行きたいけどね、約束は最初に約束してた方を行かせてもらいますね。もうね、いろんなことが巻き上がる。1回戦でもしも野球部がね終わったら、次の日がないから次の日ドルソーレ行けるんやけど、もうやっぱり優勝してほしいしね、次の優勝できるぐらいの、チャンスはあるんでね、もうなんかこれは本当にね、なんかすごい切ないね、いいこう嬉しい悲鳴なんやけどね、2つも行きたいところがあるっていうね、契約チームがあるっていうのは嬉しいやけど、ちょっと今回は心がね、ざわついてる。まあいいや、そんな感じですよ。でね、ひとりさんの今日の、最近っていうか、まあ、やっとこれがね、できるようになってきましたかね。いいこと聞いたらすぐ実行、本当にすぐだぜ。いいこと聞いたらすぐ実行してください。どんな簡単なことを聞いてもそれが難しいんですよねと、それが難しいんですよねと言ってやる気のなさ十分な人がいますこれね、簡単にできることもやらないなら人の話なんか聞かない方がいいですよ。簡単なことから始める、それがあなたにとって一番良いことなんです。まずはついてるって言いましょうね。そう、とにかく今は言える人に、俺青汁売るの始めたんですよねってね、ひとりさんの好きな人が飲んでほしいんですよねってね、そうやってひとりさん好きな人のアンテナ張ってますじゃないとね、もう商品の説明はね、なんかだって、いいうんこ出るんですもうそれでいい。だってね、もう結構みんなめっちゃ詳しいですもんね。やっぱり血圧が高い人はこういうのが入ってるのが、いいとか、こういうの入ってるのは飲まれないんですよねとかね、糖尿病の人はこういうのとか、なんかもう病気してる人はねもう詳しいんですよ。だからね、自分で成分見て判断してください、とにかくいいうんこ出るよそれだけ、俺はそれだけ、もう一個のことを延々と言う
ことが俺は得意なんでね。よし、そんな感じで。おお、10分も喋った。いいね。よし、今日は、なんだっけ、なんかいい。そう、最後のね、中学校の野球部にね、最後まで悔いの残さない部活動やろうねって、言えて、その子たちのね、本当成長が、この3年間の成長が見れて、はあ、成長してるんだこの子たちってね、今日思えることがあって、よかったねー、はい、ほっほっはは、ほっほっはは、イエーイ、いいぞ、イエーイ、オッケー、大丈夫、手順かよ、大丈夫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 、なんとかなる手順かよ、なんとかなる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 、ついてる10回よ、ついてる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 、よっしゃー、じゃあ、笑顔って、高評価ボタン、チャンネル登録、体にいい話、メンタルにいい話、栄養の話、笑う話、小説の第1話、あ、見てください。これ言って、すごい、ね、その後の、面白きことの泣きを面白く、をね、読み聞かせしようって言ってるんやけど、すぐ忘れるんでね、まあでもいいや、今日もなんか、よう充実してたな、で上上がって、あと、助成金のね書類の締めを、最後のパチパチっとね、数字金額を入れてで提出します。お、いい感じ、4級で終わろうかな。じゃあ、ついてる笑顔でにゃん、プチ。